はい、皆さんこんにちは。はい、今回はですね、契約格論贈与のポイントというのを、見ていきたいと思います。まず贈与契約自体はこれは合意でね、成立するもの、贈与者、受贈者の合意で成立する学生契約であるということですね。ただもちろん総務契約ではないですね。お互いに義務を負い合うわけではないですから、総務契約ではないし有償契約でもないというのがまず出発点になります。そしてやはり贈与の場合は口約束でどうしてもこう結ばれてしまうことが多いので、まあ、その結果550条に書面によらない贈与って言われるような規定が置かれています。でそこではある意味こう履行が終わった部分は撤回できないけれど、そうじゃなければ撤回できるよっていう話が定められていたりするんだけれど、まあ、そこでのポイントは何といっても不動産をね贈与したような場合に果たしてどこまでやったら履行が終わったということで撤回できなくなるのかって、そこだよね。例えば登記の移転をしたとか引き渡しをしたとか、まあ、いろいろありますけれど、書面によらない贈与の場合はこれは登記の移転をしたか引き渡しをしたかどちらかでいいんですね。どちらかを、満たしていただければいいということになりますから、引き渡しをしていれば登記の移転はしてなくてもいいし、それから登記の移転していれば引き渡してなくてもいいし、まあ、どちらでも履行が終わったってことになって撤回できなくなる。でよく対比してほしいのが不法原因給付のところね。708条の不法原因給付でこれ給付したものの返還請求できないって話をしますけど、その給付に当たるかどうか、不動産をこう愛人契約をね継続するために不動産をプレゼントしたなんていうのは本試験でも出てくるでしょう。その時に未登記の不動産だった、まあ、未登記の不動産ってそもそも大体結構古い時代にその愛人のために一軒家を建ててあげるみたいな、そういうイメージであるはずなんです。だから新築の建物でまだ登記してませんって、そういうようなものをそのまま贈与するっていうね、まあちょっとなかなかですね、お金持ちのなんか旦那さんとかがやるような感じの落語とかに出てくるね、そういう旦那がやるような感じの話ですよ。でその場合は引き渡しのみでもうこれは給付したということになるから返還請求はできなくなるし、それから既登記の不動産、まあ、これが一般的だよね、というような場合は実は玄関の鍵だけ渡してても給付とは言わないですね。ここは登記の移転をしてないといけないということになるから、そこまでやったら初めて給付と言えるんだ。やはり法律上返還請求できなくなるっていう場面の方が、まあ、書面によらない贈与を合意で作る関係よりはやっぱりより厳しく、でそこは細かく場合分けをして、条件設定しているなというのはちょっと忘れないでいてくださいということになるかな。それからあとは特殊な贈与というので試験でよく出るのは負担付き贈与ね。で負担付き贈与の場合はこれは要は庭の草取りしてくれたらゲームをプレゼントしてあげようみたいな話でいいんです。だ両者が対価関係なくてもいいのよ、価値が等しいかどうかってそこは全然気にしなくていいです。ただ総契約っぽいでしょ、まあ、要はこれやったらあれあげるって話になるから、まあ、お互いになんかやらなきゃいけないことを合意してるから総務契約っぽいよね、まあ、総務契約風味ってよく言いますけど、その総務契約風味の状態なので、だとすると例えば同時履行とか危険負担とか解除っていう総務契約の下で認められる制度ですよね。それの実は適用がこの負担付き贈与の場合はあるんですよね。本試験の場合よく負担付き贈与契約の中で約束した負担を履行しなかったら贈与契約を解除できるという問題が出てきますね。これはまさに総務契約風味の状態になるからだっていう、その話をぜひしっかり理解できるようにしておいてください。定期贈与の場合はこれはどちらか片方がなくなってしまったら、たとえですねまだ約束していた贈与の期間が終わってなかったとしても、これは契約終了だということになります。それも一つポイントだよね。それから私因贈与、私因贈与はこちらは今度は遺贈との対比ですかね。それが非常に大事になってくるということでしょう。遺贈の場合はこれは遺言にの中で贈与の意思を表示するってことになるから、まあ、当然遺言のルールがそのまま使われます。例えば単独で遺言を作ることができるのはこれは15歳からっていう、そういう話になってたよね。私因贈与の場合は契約だからね、となると単独でできるっていうのは、まあ、20歳以上って話になってくるでしょ。代理人を立てたって契約だから構わないですけど、
遺贈の場合は遺言だから代理人を立てるわけにはこれはいかないってことになるでしょうね。とかあとは撤回をするなんていうような場合どうなるのかという話ですよね。遺贈の場合は撤回は当然これは自由にできるって話になってきますね、遺言だから。で、死因贈与契約も実は撤回は自由にできるって話になってくるんですね、という話であるとか、もちろん負担付き遺贈、それから負担付きな死因贈与というものも認められたりはしますし、まあ、遺留分減災請求というものの対象にもちろんなってくるって話ですよね。あと、まあ、死因贈与の場合はこれは当然契約なんで別に契約書作ってる作ってないっていうのはそこまで大きな問題にはなりませんけれど、遺贈の場合はちゃんとその民法上のルールにのっとって遺言を作ってないと、まあ、自筆証書とか公正証書とか秘密証書って形で作ってないとダメだよね。だから形式的な要求リクエストっていうのは当然遺贈の方が厳しいっていう、そういう話になってきますね。そのあたりが対比のポイントになるわけ。まあ贈与契約というのはこれはまあ、契約類型の、ね、中でも5類型有名なものというか試験によく出るものがある中のトップバッターですね、まあ、その後は今度は売買、あと賃貸借、請負委任と続きますけれど、まあ、その先頭バッターとして今お話ししたことぐらいはきちんと分かるようになっておいていただくといいかなということですね、はい、じゃあ引き続き頑張っていきましょう。